はい、本日はですね、まあ、こういうサーバントをガチャ回した方がいいとか、あとこういうサーバントの工具レベルを上げる時の基準、はい、みたいなのちょっと話していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ですね、まず、まあ、なんていうんですか、まあ人それぞれあると思うんですよ。ガチャ回すにしても、宝具を上げるにしても。まあね。うん。で、まあ、両方とも言えることは、やっぱり好きなサーバント。そうだね。まあ第一人称そうだよね。そう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 。まあこれはまあ本当に全然もういいと思います。やっていいよね。損はないよね。損はない。だって自分が好きなんだから。後悔しなきゃいい。後悔はしないし。そう。周回するときも楽しいからね。うんうん。宝具1でもまあ必ず確保した方がいいようなサーバントだとかガチャの場合だとやっぱりその強いサポーター。サポーター。そう。うん。やっぱりなんだかんだね、サポーターが強いとやっぱり火力が上がるんで、うん、そう。やっぱり強いサポーターは宝具1でもいいから必ず確保した方が、まあいいと思います。サポーターも宝具打たないことも多いしね。そうだね。一体でもいいみたいなところありますよね。そう。まあ、今で言うとキャストリアとか、まあ光コヤンとか、うん、まあオベロンとか。うん。うん、なんで、まあここね、なんつうんだ、キャストリア、光コヤンにしてはダブル編成するとすごいやっぱり強くなるので、火力が上がるので。はい。うん。あと周回性能も上がるしね、うん、お世話になっております、はい、じゃあどういうのが、まあ、その強いサポーターっていうのだと、まあ、やっぱりその周りのにバフ配れたり、うん、周りに NP を付与できるサーバントだとすごいやっぱり、うん、強いなっていう感じになります、うん、この FG を、うんうん、よく横バフって言われるやつですよね、うん、そうですそうですそうです。なんでここら辺のサーバントに関してはガチャ来たらその回した方がいいと思います、うん、はい。やっぱり持ってない人とか特にですね。持ってない人はそうですね。そう。ほんと変わりますんで。全然なんか確かにゲーム変わるもんな。はい。じゃあ、次あれですね。宝具レベルをな上げる基準。はい、はい。はい。さっきも言ったように、まあこれも本当に好きなサーバントは全然いいと思います。うん、実際俺もそうだしね。まあなんでかっていうと、やっぱり宝具レベル上がる、火力上がる、で、好きなサーバントだとやっぱり使えるんで、モチベーション維持にもなるんですよ。なるね。そう、そう、好きだから、うん、やっぱりそう。だから長くやっぱり続けられるっていうのもあるし。そうだね。うん。だからそこは全然本当に好きなサーバントで、はい、いいと思います。FGO 楽しむコツみたいなね、そうね感じありますよね。はい、で、じゃあ、宝具レベル上げるまずメリットっていうと、まあ、宝具レベル上げますと、宝具5は、威力を 100% とすると、宝具1だと 60% ぐらいなんですよ。これ意外と少ないよね。うん、そう、うん。60% なのか。そう。で、宝具2だと 80% ぐらい。はい。ここはでかいんだよね。ここはでかいんです。1から2がでかいんです。そう。そう。アタッカーとかはこの1から2にするのってだいぶ恩恵があります。うん、はい。で、宝具3は90。宝具4は95っていうパーセンテージで言うと。はいはいはい。まあ、こんな感じになりますね。で、まあ、攻撃宝具は宝具火力がもちろん上がります。はい。ということで、まあ、その周回するのに対して、おのこしがなくなるんですよ。あー、そうだね。微妙なところが残るとかあるからね。あるあるある。そう。で、あと、オーバーチャージが自分でできるようになるんですよ。ああ、100から200になって。うん、そう。はい。宝具5だと300になるのかな。そう、宝具5でやっと300。そうそうそう。なんで、2から4までは 200% まで溜まります。そうだよね。はい。あと、最近あんまないけど、NP 減らしてくる敵とかに対してね。そう、スペルブックのやつとかね。そう。まあ、対応できるよ。対応はできます。そうそう、100以上になったらね、一応 110% とかあるとね、はい、10% 下げるともうまだ宝具打てますから。うん、そう。はい。あと、コインが稼げる。っていうことがやっぱりプラスですね。コインはね、でかいよな、うん、イコール、まあ、育成がさできるので、さらに強くできる。うん、結構変わりますからね。そう。はい。で、もちろん強くなるっていうことで言いますと、高難易度とかがクリアしやすくなる、周回がしやすくなるってことですね。初め高難易度クリアできなかったからな、うん、火力が足んないとかね。足んないよね、初めはね。うん。あと、フレンドに借りられやすくなる。うん、ああ、確かに、そう、ね、確かに。火力がやっぱり高いと、まあ、借りてくれる確率も上がるんじゃないかなと。うん、思って、はい、ということはフレッパが稼げるという、そう、フレッパが稼げる、それも重要ですよね、はい、うん、とメリットだけなんて、ね、もちろんデメリットあるんですよ、あるよ、はい、これ単純にお金かかる、ね、まあ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 、お財布の話だね、お財布の話、 FGO のガチャはね結構渋いからね、お金かかります、ね、マジで本当に、まあ、あとサーバントによっては強さが感じづらい、はい、あ、確かにそう、特にやっぱりそのサポート系の宝具とかは感じづらいじゃないですか、そうだね、うん、目に見えてわかる感じじゃ、そうそうそう、もっと強いサーバントが一時に後悔しちゃうかも、はいはい、っていう、あ、そうだね、そう、そう、だからやっぱり好きな方がいいんじゃないかなと思います、はい、そうだね、環境はね、やっぱりこのさしゃげ系はやっぱりどうしても変わりますからね、うん、それはしょうがない、まあ、これはしょうがないんですけどね、うん、はい、これがデメリットって感じですかね、はい、じゃあ次にその宝具レベル上げた方がいい、その例えばサーバントとかになりますと、はいはい、まあ上げるならもちろんアタッカーが
やっぱおすすめですね。ホーグレベルはね、うん。うん。全体ホーグで、あと、バーサーカークラスが特にやっぱりおすすめだと思います。はい、そうね。うん、有利クラス多いからね。そうなんだよね。使いどころ多いのはいいですね。多いからね。汎用性高い。そう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 。なんで、あとは、まあ、NP チャージ持ちのアタッカー。それは本当だね。ね、自分でね。あと、ホーグレベル依存で火力が変わるサーバント。そうそうそう。そう例えばアルクとかアルクはホーグレベル依存であの特攻の威力が変わります。そう最近増えましたよね、うん、そうオーバーチャージとかじゃなくてホーグレベル依存で増えます。あとテイラーで言うとエウリュアレとかあそこら辺もホーグレベル依存で確か増えたはずです。男性特攻か。そうです。ああ、はい、なるほどね。最近多いんですけどホーグが特攻持ちのサーバント。はい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 、はい、これ特攻ついてるとやっぱりその分火力が上がるんであの火力やっぱ大きくなる、イコールやっぱり使える場面が増えるんですよ、うん、そうだね。そうなんでやっぱり特攻持ちのサーバントとかホーグレベル上げた方がいいのではないかなと。はい、はい、あと今後も使い続ける場所があるサーバントですね。はい例えばその周回にすごい特化してるサーバントとか、うん、アーツ系とかね、うん、そうそうアーツ系とかそうアーツバスタークイックの中で言ったらアーツ系とかは周回にはね、うん、向いてますよね。いいと思います。で今言ったその上げた方がいいサーバントの例を挙げると例えばモルガンとか、はい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 、これは人属性の特攻を持ってますし、はい、あと水ディーブ起動士とか、はいはいはい、そうね、はい、これだと地特攻を持ってます、はい、もちろんアーツなんでシステム用意できます。そうだよね、はい、うん、まあ、あとまあ神ジュナとかもね。ああいいよね、うん、あの弱体特攻があるんで弾かれなければ弾かなければそうそう、コモナイトがダメな時もたま稀にやるかなみたいな。そう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 。はいはいはい。まああと昔からいるギルとかね、一応サーバント特攻があるんで、コモナイトのサーバントラッシュとかだと結構活躍するんじゃないかな。そうだよね、サーバント3人とかね、うん、よくあるからね。うん。まああとはさっきも言ったようにそのアルクと。アルクね。うん、そう。まああとちょっとこいつが槍でつまずけてるんですけどメリージュニアとかね。そうこいつちょっと槍でつば抜けすぎなんですけど、メリージュニアがもうね押しってなったらもうねどんどん上げちゃっていいかなって思うよね。うんうん、はい、まあまあここら辺とかこういう今言ったやつに似たサーバントとかだとホーグを上げた方がホーグレベルを上げた方がいいんじゃないかなと、はい、自分はちょっと思うんですよね。はい、どうですかね聞いて。いやでも本当にイブキとかはマジで本当にお世話になってるし、うん、アーツで回転率がいいからね、いいよね、うん、俺はアルク使ってるかな。アルクね、左コヤン組み合わせれば3段種ができるし、うん、そうだね、周回性能がやっぱね、うん、そういうことも、ね、結構重要になってきますからね、うんうんうん、なんか他にもなんかこういうサバンとホーグレベル上げた方がいいかなってか思うやつあります。例えばホーグレベルか、俺はスペースユーシャルかな。あれはホーグカード入れ替えられるし、うん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 、自分で NP50% 出せるから、うんうん、周回とかで俺は使いやすいかな。ああ、まあ、なるほど、そうですね。サポーターで選ぶ、ホーグを変えられるっていうのがね、そうそうそう強みになるからね、確かに。周回するにあたっては結構便利かもしれないね。だから、どのサポーターでも合わせられるよ、みたいな。まあ、やっぱりね、僕みたくね、偏るとね、あの、バスターのサポーターが傷はマックスになってそういうのがあるんで、そういう面で確かにいいかもしれない。うん、確かにそうだわ。そう。今、大体こういう感じで話したんですけども、皆さんもなんか例えば、こう、このサーバントやっぱりホーグレベル上げた方がいいよとか、うん、こういう場合はホーグレベル上げた方がいいよとかありましたらコメント欄でお待ちしております。お待ちしております。はい。この動画面白いと思った方、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。X アカウントございます。皆さんフォローよろしくお願いします。グッズ取り扱ってますので、ぜひご覧ください。また次回にありがとうございました。ありがとうございました。やっぱねデメリットお金がかかるこれですよ、これです、これです、やっぱりお財布にダイレクトアタック。そうでもやっぱりね好きなサーバントはホーグレベル上げた方が絶対いいと思う。そうだね、うん、性能うんぬんよりやっぱ一番はね、うん、